とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略、やっていきたいと思います。今シーズン、21回と短めなんですけども、難易度は高い。特に、最初のボスですね。あそこで、つまずく人は多いのではないでしょうか。意外と難しいんだよな、あのボスが。うん、なんでちょっとそこを説明しながらやっていきましょう。ここでね、メイスを取ります。このメイスが重要。あのボスまでに超火力の装備ってないんですよ。なのでこのメイスでぶったたいていきます。エンチャントで追い打ちと邪悪な村人の破滅ですね。これを入れてください。 OK。 でメイス火力高いんでね、雑魚戦も結構楽になります。まあ、確かに種を取っていくと、よし、だいぶ楽なのよ。敵を足止めできるし倒せるしで、種もいいんだけども、まあ、ボス戦のことを考えてメイスをおすすめしております。ここでハープーンですね、取っていきましょう。ハープーンはまあエンチャントなしで大丈夫です。でここ、まあ、敵はちょっと強めなんですけども、メイスの火力とハープーンがあれば、まあ、いけるとは思います。危なかったら、一応逃げる場所もあるので、大丈夫でしょう。よし。ああ、よくない。ハープーンでね、基本ワンパンでこいつら倒していけるので、大丈夫ですね。でもできるだけ、矢はね、節約してください。できるだけ。意外と使う。3回いりません。4回特に敵は多くないですね。しゃ、もうちょっとはね、あと1回湧きます。でしっかり湧き終わった後に行った方がいいですね。じゃないとまた戻ってきたりしなきゃいけないので、それが結構手間です。しゃ、いいね。こいつらが鬱陶しいのよ。でもメイスの3発目を当てれば一発で倒せるんで。でこっちにあと1体いておしまいですね。はい、4体クリアです。地雷を取っていきましょう。雷の杖もね、ちょっと試してみたんですけども、ソウルがたまらない。うん。なので、地雷の方が、まずは、かなと思いますよ。しゃ。で、箱を忘れないように、持っていきましょう。あっち、まだいた。オッケー。倒せるか。ナイス。はい、5回終了。ここでね、狼取ります。ポーションバリアを使いますね。でもって、金細工で、あ、違う、金細工で追い打ちを3まで入れてください。追い打ち3と邪悪な村人の破滅1、これで OK。で、メイスを上げます。で、次の、ボスステージに行ってからポーションバリアを、入れてください。これで OK ね。で、プレステ版はここですけども、スイッチ版は分かりません。降りてきた瞬間に、出てきた瞬間に、
地雷当てます。でもってあとはぶっ叩くのみ。高所バリアを入れてまずはあいつを瞬殺してください。じゃないときついんでね。この戦い方が多分一番安定すると思います。ポーションバリアで耐えつつ、即倒していくっていうのがいいと思います。で、ここの報酬はいりません。次に行きましょう。で8回、ちょっとクリーパーとかいるのでちょっと注意してください。まあ上からうまいこと爆発できればいい感じですね。こっちもまだいます。よいしょ。 OK。 こう種があればね結構楽なんだけども、まあまあそう贅沢も出られないよ。 OK。 村人の破滅があるので強力な敵も結構倒しやすくなってます。しゃあ8回クリアです。ゴーレム欲しいんだけどね、乱射です。乱射の方が、無難かなと思います。マルチショットと連鎖11でいいですね。であとあとマルチショット2ぐらい欲しいところですけども、まあ、とりあえず1でも全然発動してくれるので大丈夫です。 OK。 でここ前に出すぎるとちょっと危なくなる時があるので、あまり前に出すぎないように後ろの方から戦っていくといいと思います。狼はね、ポーションバリアはついてるけども、他は弱いから、もともとの性能は。なので、うわ、危ねえ、そこ注意してください。よし、はい、終わり。なんか矢がなかった、あったあった。358本、おお、十分だね。で、ここで、防具も変えましょう。亀です。うん、耐久力あるやつの方がもう断然安定するので、もう亀にしちゃってください。でエンチャントで霊気ですね。霊気が欲しいです。でここも結構敵は多いんですけども、まあ、弓をブスブス打っていけば特に問題ないと思います。うん、マルチショットがねかなりの感じに埋まってくれますよ。 OK。 あと亀はね耐久力あるんで全然いけます。座り、あれ、あ、いた、そんなとこにいた。で10回クリアですね。でここで武器変えます。うん、メイスもいいけどもやはりこういうやつの方が使いやすいんですよね。うん、なのでこっちがいいです。働き鉢とガードストライク2ぐらいでいいかな。うん、であとは霊気を上げていきましょう。よし、はいはい、シライズオシオルも今回結構ねいい火力は出してくれるんですけども、冬のステージばっかりなんで相性が悪いんですよね。攻撃速度が遅いやつって、鈍速になるともうものすごく火力ダウンしちゃうので。よし、 OK。下にも1体いますので忘れないようにね。あれ、いない、上に行ってた。だいたい下にいるんですけどね。
はい、11回クリアです。ここは何にもいりません。行きましょう。で12回、まあ問題なくいけるでしょう。あ、エンチャンター多かったね。そうそうそう、エンチャンターが出る場所をある程度把握してれば楽になると思います。まあ基本的にこの辺りに出ます。ここら辺に出るこのエンチャンターを倒したりすれば、いや楽勝ですね。エンチャントされると本当にね厄介でね、戦いにくいのよ。よし、で今回結構矢が余ってるのでどんどん使っていきますね。うい、12回クリア。うん、400本ぐらい矢があるんでもう全然いいですね。はい、ここ何もいりません。でユニークは両刃のですねワールウィンドに変わります。これで火力が結構上がっちゃいますね。でエンチャントで冷気入れて、でこっちに来ましたらば、マルチショットも入れちゃっていいと思います。マルチね2以上になるとだいぶ強いですね。よし、いいですか。ガシガシ使っていきましょう。結構ここも敵多いです。まだ出るんですね。ナイス、もう出ないかな。よし、OK、冷気が役に立つね。おい、14回終了。で14回でパワーシェイカー取っていきます。でボスですね、プレステ版は下からです。スイッチ上からだと。まあ、うまくグラインドになる前に倒しちゃってください。危ねえな。 OK、 ちょっと地雷に誘導したいけどもなかなかできなかった。で15回クリアです。でここ何もいりません。で16回、ここちょっと注意、16、17注意。まあ、耐久力がないので注意していってください。まあ矢はねたくさんあると思うんで、まあ、矢をうまいこと使いつつ進んでいくといいですね。OK、あとやっぱり冷気、冷気がものすごい役に立つ。冷気の鈍足がないと本当にもうきついんで。 OK、 いいね。よし、でエンチャンターは早めに倒すことね。エンチャンターは本当にきついので、おい、ちょっと待て、危ねえ、危な、ちょっと待て、緊急回避。危ねえ、ちょっとエンチャンターをうまく倒せてなかったです。うん、もう基本弓でいっていいですよ。弓で安全にいきましょう。よし、
エンチャンターが本当に鬱陶しいので注意していきましょうね。で上から行こう。敵多いんだよな。よし、でこっちにもいる。であとは向こう側に1、2体いておしまいですね。はい、結構きつかった。あれ、ああエンチャンターか。はい、まあ16、17回結構鬼門となってますんで注意してください。でここ乱射のクロスボウです。ここ乱射がないとマジできついんで注意してください。重要なのは、テンポセット、これ重要です。で虚無、虚無はね1でいいです。うん、テンポと虚無、これを絶対で、こっちをね、まあどれでもいいので入れてください。俺のおすすめは成長ですね。うん、で OK です。いきます。こっち側を陣取ってとにかく弓を撃つ。あーちょっと待って、エンチャンターが倒しきれてなかった。あのエンチャンターをね先に倒さないとマジで無理になりますので、うん、あばここきついな。最初のエンチャンターあれをねうまくね倒すようにしてください。エンチャンターとねどうしてもね押し込まれるのよ。 OK OK いい感じかな。あとはもうこの霊気とテンポセットで補足してやっていく感じですね。あーさっきのはちょっと押し込まれすぎたな。今回はまあまあまあ大丈夫そうですね。 OK で下もエンチャンターいます。こいつがいるともうほんとどうしようもなくなるんで、まあ、遠目からこのエンチャントが切れるような感じにして戦っていくといいですね。 OKOK エンチャント倒した？いや倒しきれてないな。あぶねあぶねあぶね、遠目からチクチク行きましょう。そうしないとここ結構、うわ、危ねえ、結構きついんで。倒したかな。オッケーで、これエンチャンターを倒しに行きます。オッケー、いいね、いけましたね。17回鬼門、本当に難しいんで注意してください。でスプラウトアーマーに変えます。でエンチャントで、ポーションバリア、最後の叫びで霊気3です。いきましょう。なんだろうね、あそこが難しすぎてやめる人もちょっと出てくるかもね。これぐらい今回の17回は難しい。本当に嫌になるぐらい難しい。ナイス。結構ねあのアーティファクトがね少ない。まあまあうん、21回だからってところもあるんでしょうけど、だから難しいのよね。結構やっぱ難易度が高いもん。よっしゃ終わり。おーし、18回クリア。もう少しでおしまいですね。何もいりません。で
意外と難しいからね。よし、ネクロとクリーパーがなんか結構出てきて難しいので、ちょっと蜂が出るか出ないかによって、まあ、運要素も若干あるかもしれない。危ねえ危ねえ危ねえ。 OK、 おしまいですね、これでね。はい、んで、最後ここ何もいりません。でラストですね、ここはねパワーシェイカーを上げた方がいいです。パワーシェイカーでも一気に攻めていきましょう。で残ったエンチャントはもう適当でいいと思います。まあカーストと成長でも入れときますかね。はい、弓を当ててテンポセフトでゆっくりにして2攻めます。 OK、 結構耐久力低いので注意してください。この防具は耐久力ほんとないんでね、注意していきましょう。よし、OK、 いいんじゃない。おい、なんかうまくいかんな。どこ押した？で多分この次のターンぐらいで弱点露出いけるか。いやちょっといけないな。いやいける。いや無理？いけたっしょ。 OK、 よし、結構減らした。こんだけ減らせれば十分でしょう。下になんかザコレイスが挟まってるけど、まあまああれはいいでしょう。 OK、 どこいるどこいる、そんなとこかい。痛い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 。よし、もう終わる。よし、次でおしまいですね。あそこのレースがなんかすごい気になる感じだけども、まあいいでしょう。よし、終わり、完璧です。はい、でこいつを倒して終了か。おーい、はい、21回終了。クリアタイム24分、ちょっと遅いな、遅い。うん、21分ぐらいで行きたかったんですけどね。はい、全部ノーマル品いりません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。